これマジトークスペシャル。ってことで、はいはい、まあ、男だけじゃどうしてもむさ苦しいんで、いいじゃないですか。いや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 、全然むさ苦しいんですよ。じゃあ女性の方来てほしくないですか。こんにちは、本日トークスペシャルの司会を務めさせていただきます、 TikToker のおもちです。よろしくお願いします。イエーイ。いい、もう出来ですよ。急に上から、いい出来ですよ。いい出来です。およよよ、素晴らしい演技をしていただいて。なるほど。じゃあまず皆さんの自己紹介もお聞きしてもいいですか。はいはい、はい、まあ僕はこれマジのプロデューサー、よろしくお願いします。はい、いました。いましたね。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、僕はですね、工事キューバイトというところで、あの作品で、はい、悪徳商人悪徳商人、はい、まあ、社員だったりとか悪いことをしている、はい、ファミタです。はい、よろしくお願いします。僕も、同じくこれマジの動画に出演させていただいております、横の米尾さんとも、米尾じゃない、米尾自分で否定して。あ、俺米尾じゃなかったっけ。マニート彼氏とかもね、はい、ね、出させていただいてます、はい、一番の売りですね、うちの、はい、見させていただきます。全然エースですね、うちの。あ、僕エースですか。あ、もうエースです。エースです。一番出てますから、動画だって。はい、はい、土井康平です。 TikTok やってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、皆さんの好きなこれマジって何ですか。僕は動画とかじゃなくて、何気にあの概要欄の雑学が意外と皆さん見落としがちなので、ぜひ見ていただきたいなっていうところです。こんなトークは聞いてられないと思う。おいおー、いや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 、一番見たいんだから。実際にこれまでの作品を見てみましょう。それはいい。今回ですね、視聴者の方にアンケートを取りました。おー、その中でですね、ダントツの一本があったんですよ。おー、じゃあみんな予想つかないですか。そうですね、そうですね、やりましたよ。ではいきます。はい、はい、アンケートに選ばれた作品は、デルル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 ル。本当にあったらいい。うわ、景色すごっ、綺麗、うん、おー、これはちょっと黄色い。おー、おー、来ました。ここですよ。暑いですね。おー、おろ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 、いい表情、出てます。いい表情。うわ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 、パンピーパンピー。なんなんだよ、なんなんだよ、なんなんだよ、なんで壊れたんだよ。しっかりね、この何なんだよ覚えておいてほしいですね。この開けるとかっこいいよね。エンジン壊れちゃったのかな。エンジン壊れちゃった。何かお困りですか。ほら、そっちも。うさんくさいな、こいつ。親切じゃん。なんでそういうこと言うの。いや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 、うさんくさいよ。ひどいわ。いや、別に。あなたはひどい。演じる役に言ってるだけだからね。もう景色すごいな、これ。いいね。すごいな。天気も。天気も。いや、これ何この古民家。お田舎へようこそ。タイトル待ってましたよ。いや、すごいな、すごいな、ロケ地。どこなんですか、ここ。ここね。あ、来た来た。親切じゃん。あ、腕かいてますね。腕かいております。まあ、ここあれですからね。アイン好きそうですね、確かに。アイスとか悪いな、こいつは。いやいや、困ってるから。車も動かなくて。暑いですね。割り箸とフォークの組み合わせ、キモ。そういう人に知らないよ。キモいのよ。遅刻しろかもしれない。だとしても割り箸使わない。ないじゃん、だって。カバン出せ。お墓参りで。そうですね、大変ですね、それで車。あ、まあね、割れちゃって、大丈夫そうですか。大丈夫そうですか。まあ電話してちょっと。いやいや、大丈夫。車エンジン止まっちゃってない。外回ったら死んじゃいますよ。クーラー効かないですからね。いや、すごいな、ずれてるな。後ろの冷蔵庫振るな。冷蔵庫振る。いや、障子むちゃくちゃ破れてる。フランカンがあったよ、今テレビ。まあね、まあいないから。なんか巨大不審。タバコ吸ってなさいよ、まず。いないから、誰もね。吸ってみなさいよ。こ
ここ実は火ついてないですから。おい、あら、ハマとレバー持ってきてくれ。ん？うん？怖いな。さっきからね、この女性ね、すごい不穏な。奥さんですよね。奥さんか。そうですね。レバー言うてますから。レバー？何のレバー？かん。鹿かもしれない。鹿かも。田舎だからね。まあ田舎だからね。はい、孵化してるな。孵化してるな。なんで JAF 登録してる？するだろ。車乗ってるやつ、まあだいたい JAF 登録してる。年間1万ぐらい払ってる。おっと、あ、なんだ、いや、絶対あれからどうやってならない。おっとおっと、様子が変わったぞ。なんなんだよ。おお、なんなんだよ。2回目、3回目のなんなんだよ。しちゃい、縛られてるね。どうすんだよ、どうすんだよ。あの人、油乗ってて美味しそうだね。あ、おお、確かに、サロンですよ。さっきのレバーってのは何の。おお、あー、うまそうだな。いや、むずいだろ、どう考えても。ほら、あちこちからお前もこの表情、なかなかできませんよ。お腹空いてきたね。そろそろ下準備する。内臓、抜いてきてくれる？でも内臓抜いてきてって言ってたよ。おお、え、ってことはもしかして捕まえここですよ。あー、出た出た。扉が壊れたというカットは、やべえ、どこだぞって言ってました。わあ、見っかっちゃったよ。どうなんの。なんだ、あスローっていうね。なんで鼻の形が変わるの。すごいよね。まあ、すごい風圧なんじゃないですか。あ、助かった。大きな恩人。まあ、助かったんですよね。逃げ切れたってことですわ。よかったよかった。なんだったんだろう。なんだろう、何、あれ、おっと、嘘だろう。おい、勘弁してくれよ。おい、これ繋がっちゃいましたね。これはな、たぶん、ね、この後食われるよね、絶対食われる、どうなんだ。あー、よかったよかった、よかった、面白かった。やっぱりだから、あの時食べてたハンバーグとかもしかしたら、まあね、っていうことなんじゃない。だからフォークと箸使ってたのか。そういうことで、かける、そっちどうだった。ああ、そうですね。急に投げ直しよ。まあまあまあ、かけるどうやった。かけるどうやった。みんな投げ直しよったっけ。まあ、かける的にはあの撮影ね、非常に楽しかったですね。かける的にはね、本当なんで俺なんだってのがありますけど、主人公がね。はい、まあ最初の田舎のね、怪しい夫婦がいて、あの車とかも自分の車ですか。おー、そうなんですね。すごい、車持ってるアピールしてますよ。してないしてますよ、ちょっとそれで言うとね、中村さんも最後に出た車。あ、最後の車も私の車。いや、ちょっとアピールがすごい。どっちにかっこいいかって言ったらね、こっちの車がかっこいい。絶対にかっこいいです。はい、それでは、皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方、あ、頑張りました。大手さん、もう一回お願いします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方お願いします。はい、チャンネル登録マジでお願いします。マジでお願いします。ということでね、はい、はい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。